シュシュ TV。 TV。 こんにちは、こんばんは、まあ、こんばんちは。ごっぷんか。シュシュです。Yeah。 今日は僕がちょっと企画を持ってきました。で、今日の企画はですね、キカフェオレお前らできんのです。Yeah。 Yeah。絶対無理。早いね、諦める。カフェオレ飲まんし、コーヒー飲めん。で、僕ね、超大好きなコーヒーってカフェオレがあって、このグリコのマイルドカフェオレがもう俺、ね、なんかとりあえずこれがないと、みたいな。で、もうね、これも、キッチンなんか余裕でできると、思ってまして、今日は、いろんなカフェオレ、コーヒー、カフェラテをみんなに飲み比べてもらおうと、で、当ててもらおうと、ほう思いまして。綺麗におしなりが隠れたね。グリコのマイルドカフェオレ、まあこれは普通にですね。それが普通なの。みんなが飲んでるやつ。いやみんなが飲んでるやつね。で、これちょっと4000円で買ってるんですけど、グリコのマイルドカフェオレのちっちゃい方。これね、味違うんですよ。成分がね違いまして。グリコのこと。でまあ並んで有名なのがこう雪印コーヒーですね。うん、でまあみんな大好きマントレーニアのカフェラテ。みんなとは？まあみんな大好きなのこっちか。いやちゃう。誰から行きますか？お、山田さん。日本見せたろ。格の違いって。おまかいな。ヒューマンステージの違い。ヒューマンステージの違い見せた。おたまき、コーヒー飲まんやろ。そうやね。コーヒー飲まんけど、要は全部飲まんやん。でも、あれコーヒーに強いのか分かんない。あ、逆に言って、コーヒーに強いのある？糖分多いやつにした方が、お金にかかりにくい。俺もこれ買ったんかちょうどいいんじゃない？そうやんな、うん、俺も思う。これ、うん、ちょうどいいんじゃないかな。これでいこう。よし、じゃあ目つぶったままやで。玉谷さん、はい、どうする？どうやって渡してる？手で欲しい。よいしょ。はい、はい、行きます。はい、のどごしの声っす。なんか、うん、高校生の時に、うん、学食で、学食の時に、時間がないじゃん、友達でやったらその時に飲むんだよ。そのちょっとゆっくりやみたいな感じで、飲め、その味見で、いいお目あげて。はい、よし。お、はい、じゃあこっから田渡さんは、はい、一つ選んで、それを飲んで、うん、飲んだか、それを飲んだものか、飲んだものじゃないかを言ってください。はい。じゃあ、まず考察として、はい、まあ、俺は懐かしい味って言って、うん、で、一応値段的に高いのって多分これやと思うし、うんうんうん、マウントレーニア。じゃあ値段聞こう。値段はどうだ？値段は、コンビニ価格で言うと、これが150円ぐらい。うん、でこれが113円。うん、113円。うん、これも113円。じゃあこれだけちょっと頭抜けてる、ね。そうですね。だから俺多分これじゃないと思うよ。なるほど。これじゃないっていうのをちょっと確認するためにちょっと一体これいってみます。はい。はい。じゃあ、で色、こいつだけちょっと色薄いしね。そうやね。じゃあいただきます。うん、違う。まずなぜが違うかっていうと、やっぱ苦味が強い。ほらほら。コーヒーって感じでした。ほらほら。だからこれ私が飲んだのはマウントレーニアのカフェラテではございません。正解。じゃあこれはとりあえずこれマウントレーニアは除外ですね。でね、こっからもう迷ってんのよね。早っ。賞味この3択やったんですよ。うんうん、で多分このリンケンが推してるのってこれやな。そうやね、俺が好き。この前のカフェオレって学食にあった系統じゃないと思うね。
これ多分こっちやと思うよな、学食にあったのこれやと思う。なのでちょっと一旦こいつって言うと思います。あ、消去法的に、そうそう消去法的に、ね、ちょっとこれもないかなと思ってます。いきます。んもうちょっと言っていい？もういいよ。これさ、やればやるほどわからんくなる、ね、そうやな。え学食の味やん、ね、学食の味やん、学食の味、何学食の味。いやでもその、まあ、これって一種の心理戦でもあるじゃないですか。あ、そうですね。俺多分俺にはこれかこれで来ると思ってたんよ。なんかこう俺2020年は感性で生きるって決めたから、うん、第5感を使って生きるって決めたんで、ね、うん、じゃあちょっと行かせていただきます。私が飲んだのはカフェオレオリジナルです。残念。ブーマジこっち試してみる、うん、試してみる。これか雪印コーヒーですね。あ、違う。お、違う。これじゃない。お、これじゃない。ほうほうほう。マイルドカフェオレちゃう。じゃあマイルドカフェオレ。これ。マイルドカフェオレ。あ、ほんまに？うん。ほんまに？そう。もう一回こっちに。いや、これ？これ飲んでみる？うん、これ飲んでみる。これ。この3つの中で一番なかった。だってこんなあっさりしっていうかなんか甘いなんか後味すっきりした甘さじゃなかったの。違う違う知らんけど。はい、じゃあ目隠ししてください。目隠しっていうか自分ヘルスヘルスじゃない。もうどうしたセルフでセルフ目隠しセルフ目隠しセルフ。決断初めて。感じでした。あっさりしてるイメージ。あっさりしてるイメージ。あっさりしてるイメージか俺の中では。正解どう？懐かしい度はどう？懐かしいとかないね。学食って学食とか知らんし。じゃあどれからいきますか。これ違うから。絶対違う。絶対違う。ああ、そういうことだ。それらがいつも飲んでるやつね。じゃあ今マウントレーニアですね。おお、これはさすがにやっぱちゃうやな。あ、うん、全然違うよね。はい、うん、こっからやな。一番コーヒーって感じ。こっからやな。じゃあ宣言してください。はい、私が飲んだのは私が食べたのは山ちゃんやめ。山ちゃんマウント何これ。マウントレーニア、レーニアのカフェラテではございません。正解です。でもこの辺はね、はい、まあね、これは分かるわ。分かる、分かりみが深いわ。分かりみが深いわ。ここ大事よ、ここ大事よ、ほんまに、ここやねんな、ほんまに。で、動かすともう全部一緒に。結局全部学食やって。で、ここ一緒。じゃあ、これ行こう。おう、おう、これからね。カフェオレオリジナルね。多分違うと思うね。なるほど。多分。はい。テイスティング。テイスティング。はい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 。違う違う。まだ覚えてる。全然違う。まだ覚えてるのよ。じゃあ宣言お願いします。これ甘いわ。ああ。私が飲んだのはグリコカフェオレオリジナル生乳の甘さが生きている。そこまで言わないね。正解。ではではでは。まあさすがというです。さすがですね。これやな。じゃああと2択ですね。だってもう一緒やもん。もう一緒や。じゃあこっちなんだね、これ女の子だって思うな。うん、そうだね、ここ電気やここ。ああ、そうだね。電気、ここ。ああ、そうだね。では、残しときたいというところも。褒めて、こっち行こう。オーケー。じゃあ、グリコマイルドカフェオレの方ですね。はい。
色が濃いもんね、そっちの方が。そうね、これだけ露骨に濃いよな。ほんまマジそうやろうな、やろうな、うん、でしょうね、でしょうね、一緒やから、一緒やと思う。一緒じゃないよ、味に違いないもん。あるよ、パッケージ違うだけ。ちなみにこれとこれは違いある？全然違う。ああやっぱあるんやね。一緒一緒。全然違う。ここはむずいな。む、ね、味とかあっさり感はもう一緒。うん、飲んだやつと。うん、おお。唯一引っかかってるのが飲んだ後のこの香り。出た出た。ツエダの香りの香りあれが。最初飲んだ時にあんま感じにかったんやけど、うん、この香りに関してはここと一緒の感じがする。おお、どっちがどっちが、最初自分が飲んだやつがこれと今飲んだやつと、これとこれが、だから香りは一緒で甘みぐらいがちゃうんやけど、うんうん、問題はその香りがこいつにあるかないかに。最初に自分が飲んだやつと比べる、それを確かめることができんからね。これおもろいな。行こう。じゃあ宣言の方お願いします。私が飲んだのはブレんな。グリコマイルドカフェオーレではございません。はい、長野さん、何がそれ。はい、大正解。おお、豊田君キキカフェオーレ成功、成功ですね。ちょっとこれこれみたいな、これやば。あ、全然違う。え、ほら、ほら、違うんだよ。全然違うわ。一緒？え、全然違う。最初に飲んだやつと一緒？あ、一緒一緒。けど途中分からなかった。じゃあマウントと思うとそうか。マウントレーニアだけに。お。よしなり、じゃあよしなりくん、彼しなりやからな、うん、これでやろう。マウントレニアね。そう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 、それいっとこう。うん、はい、目閉じたままでね。あんまりどれ飲みますか？どうしようかな。一旦、いやもうええわ、これやろ。これ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 飲む？これこれ。雪印コーヒー。雪印コーヒーですね。うん、これやわ。来ましたね。違う違う。これじゃない。これマジックが来ました。これじゃない。これじゃない。ほんまに？あ、宣言お願いします。私が飲んだのは雪印コーヒーではありません。正解。はい。すっごい面白くない。じゃあ最後ね、リンケンさんにやってもらおうかな。これどうする？これは。ね、うん、一旦こういう感じで、いや違います。もう目隠しして、うん、そうだ。そう、当ててもらうんで、ちょっと一旦ここに座ってもう目つぶってください。はい、で、一個ずつ飲ませていくんで、はい、それは何っていうので。じゃあ、最初ね、これね、皆様、はい、
Go. Tasting. 待ってよ。はい、OK です。これは何でしょう。これは、うん、雪印コーヒーです。雪印コーヒーほんまに。はい、まあ後でシャッフルで変えることもできますので。あー、OK です。はい、じゃあ次いきます。はい、あ、待って、うん、おで後で変えれるんですよね。あ、そうっすね。一旦暫定。これ多分マウントレーニアかな。マウントレーニアね、うん、OK。 じゃあ次ね。はい、よいしょ。うん、違う、これマウントレーニア。お、これがマウントレーニア、うん、おお、なるほどね。じゃあ、一旦これがマウントレーニアということで、はい、じゃあ買います。これがいつも飲んでるマイルドカフェオレです。なので、1個目雪印コーヒー、2個目カフェオレオリジナル、うん、3つ目マウントレーニア、うん、4つ目マイルドカフェオレ、うん、ファイナルアンサー。大正解でございます。素晴らしい。違うな、1日に3本のやつは違うな、うん、やっぱだってこれ飲んだ時の速度早かったな、うん、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。以上、ありがとうございました。気になったら飲んでみてね。Say, say, say.